彼女の名前は岡田真央。ここ長野県飯田市に住んでるごく一般の女子大生。そんな彼女は白の服が大好き。今日もお気に入りの一枚を着て友達と遊びに来ているのだが、そろそろお腹空いたね。どっかでお昼食べようよ。そうだね。あ、見て見て、げっ、焼肉だけはまずい。せっかくの白い服が汚れてしまう。よし、こうなったら、あ、あっちに行けば別のお店があるかもよ。え、どこ行くの？別の場所に行けば大丈夫なはず。よし、ここなら。あ、ここにも焼肉屋さんがあるよ。え、また焼肉屋が？ここにも、ここにも、ここにも焼肉屋が？どうしてこんなに焼肉屋があるの？説明しよう。ここ長野県飯田市は人口1万人あたりの焼肉店舗数が日本一だから、飯田市の街中には至る所に焼肉屋さんが存在する。よし、こうなったら。山の中に行けばさすがに焼肉屋さんはないはずだ。え、川遊び行こうよ。焼肉から逃れられない街、飯田市。